どうも皆さんこんにちは、イサフトです。今回はね、新しく来たクロニクルバトル、これを一ターンで攻略やっていきたいと思います。で、パーティーはね、前回と、まあ、ほぼ変わんないんだけど、今回敵がね、水がね、結構リヴァイアさんだから耐性高いんだよ。だから前みたいな、超激水流チェインで、まあ、ノクトで落とすっていうことができなくなっちゃったので、今回はレギス連れて、光とね、雷が、耐性低いので、まあ、それで攻めていきたいと思います。まずね、レギス、まあ、装備は別になんもなくていいです。基本的にルーセントクレイブが使えるようにだけ、まあ、これね、これだけ使えるようにさせてあげたいので、まあ、別に装備はなくて大丈夫です。で、次、ノクト。ノクトもね、今回別に装備適当でいいです。装備なんならなくても構いません。で、装備なくてもいいんだけど、基本的にはこのね、光属性の 120% デバフ、これだけやっていきたいと思います。次、アーデン。アーデンの装備は、何でもいいんですけど、フレンドさんの装備の数に合わせていただければと思います。特に気をつけることはそれだけです。で、次、ニックス。ニックスも装備は何でもいいです。今回ニックスにやってもらいたいのは敵全体の 85% のデバフのみになります。そして、アタッカー、ノクティス王子。マジでフェスゲンの域を超えてる。マジで強い。お手軽すぎる。で、今回ノクテは、まあ、いつも通りだね。5回行動の、ゼロキルシフトブレイク回。これをやってもらえればと思います。で、装備はこんな感じになっております。一応、ブグ倍率マックス、アビリティもまあほぼマックスの、水星系キラーが275といった感じになっております。で、光属性の武器装備して、ルーセントクライブのチェインに、光で乗せられるようにだけしております。アビリティは全部アクアンキラーを採用しました。よし、じゃあ早速やっていきましょう。はい、じゃあやっていきましょう。リヴァイアさんですね。まずは、レギス1個だけルーセントクライブ使っていきましょう。で、ノクティス王子、ノクトはライトソードで光属性の 120% デバフ。ニックスは、武功破壊で 85% のデバフ入れていきましょう。まあ今ね、リヴァイアさんのステータスこんな感じになってます。防御デバフ、そして光属性デバフが入ってます。で、アーデン、ルーセントクレーブで、フレンドさんにお借りしたノクト、ルーセントクレーブ。ここで武器の数を同じにしてあげてください。で、ノクティス王子、ノクトは5回行動の、自分の攻撃300アップ。あとはなんか適当なアビリティを、3つ選択して、ゼロ距離シフトブレイク解と。じゃあやっていきましょう。まずはノクトを選択して、4回目のアビリティ使ったタイミングでルーセントクライブ押してあげましょう。まあ、そうすると、こんな感じでワンパンできますので、まあ、今回はね、かなり周回数が多いんですけども、武器がね、ぶっ壊れぐらい、まあ、強いので、まあ、マジで強いと思うんだ。杖だけど、全然、てかね、ルーナの、まあ、パーツになると思いますので、まあ、皆さんぜひ、頑張って周回していただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いいたします。ちなみに、ノクティス王子は約13億で、ワンパンすることが、できました。それでは、また明日。さよなら。